では走りドラゴンと申します。あ、準備できました。よろしくお願いします、はい、走りドラゴンさんです、走りドラゴンです、よろしくお願いします。素晴らしい演奏を聴かせていただきました、ありがとうございます。私は、ツイキャスで、配信したりとか、してます。ハッシードラゴンという名前は、ちょっと、ハッシーってあだ名が結構呼ばれること多いんで、それでハッシープラスちょっとかっこいいドラゴンつけてました。よろしくお願いします。今からやる曲は、オリジナル曲で、君よボールであれって曲です。テーマは夢です。それで、ボールっていうのはやっぱり転がっていくと、こう転がっていくんですけど、転ばないっていうイメージを持ってもらえばいいんですけど、転ぶことをしないボールのようにこうどんどん転がっていっていけば諦めたりしないんじゃないかっていうメッセージを込めました。では聴いてください。君よボールであれです。
風も君と導いてる。君はいつも迷う時誰かも迷っている。一歩ずつ夢を追う。君をずっと応援するから生きて生きてほしい。残りの時間を悟ってるかのように笑っているよ。何度も立ち上がるさ、夢を終わせないで。いつでもそばにある心のつぶやき風も悪いものではないさ。ただ一つ叶えたいこと、それさえあれば生きていく意味がある。ララ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 ラ諦め知らずのボールであれ。ありがとうございます。今カボタストってこれをちょっとチェンジしますね。これが、カボダスト、犬のカボダストを使ってます。ワンな感じでやってます。ちょっと待ってくださいね。柴犬、そうそうそう、柴犬が、そう、昔飼ってた柴犬に似てる。じゃあ、続きましてある曲は、ヒーロー、特撮が好きな仮面ライダーのシャツ着てるんで、あの仮面ライダーとか、あとウルトラマンとか、そういったあの特撮ヒーロー系が好きで、そういう、ものをイメージして作った曲をやろうと思います。ストロングハート2という曲ですね。ちょっと待ってくださいね。ついつい喋っちゃうとチューニングできなくて、ちょっと待ってくださいね。それで、ストロングハート2は、ストロングハート1よりバージョンアップしてるんで、皆さん、楽しんできてください。うわーい。ストロングハート1、もう知らない人もいると思いますけども、よし、できます。いきます。工場地帯があった。夜になると昼間より大きな音を立てんだ。常識を覆せばできないこともできようになるさ。チャレンジしてみよう。君にぶら下げてたはずのペンダントをなくしたんだ。そんなものなくてもいいのさ。生まれ変われるから。
めないさ、チャレンジしてみよう。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ星太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。